さあ、ラッセの会の三国テーマ動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。ちょっと前の動画でね、ハノイ FC さんと国戦で戦っているというお話をさせていただいたと思うんですけども、そこのコメントでですね、ハノイ FC さんに軍団戦でやられたのでリベンジお願いします的なコメントがありましたので、さらっとね、結果の方だけお伝えさせていただこうと思ってます。今4日目に入った段階ですね。3日目が終わった状況なんですけども、うちがこのピンクですね。で、ハノイ FC さんが領主になってるんですけども、一応圧倒しているという形になっております。相手都市に、攻め入って取った城の数がですね15かな、で取られている数は0になってます。で、司令の方でも相手の星3を1個取って、で、中間にある星2ですね、もううちが取っているという形になっております。で、4日目5日目でどうなるかはわからないんですけども、これ国戦が終わってからこのページに飛ぶことができなくなりますし、今日明日ぐらいでね、動画をまた撮るかどうかっていうのもね、はっきりと分かってないので、今の段階での状況を説明させていただいております。このままなんとか勝てそうなんでね、ぜひ応援していただけたらなと思います。そしたら本題の方に入っていきましょう。はい、前回の動画で旅網のリメイクがあるらしいというお話をお伝えさせていただいたんですけども、それと同時にですね、新しい名馬も出るみたいです。で、見ていただいている画面がその名馬ということになってるんですけども、またしてもね、モチャティさんに情報提供いただきまして、ツイッターでアップされていた画像をですね、引用させていただいております。ご協力ありがとうございます。まだ現段階でということなんで、修正入るかもしれないですし、リリース自体がなくなる可能性も、また遅れたりっていう可能性もね、ゼロではないのでですね、あくまで現段階での参考にできる情報ぐらいでね、とどめといてもらえたらなと思うんですけども、で、多分これ加算風って読むんですかね。かっこいいですよね。ただまあちょっとこのページだと中国語になってて、どんな能力なのかっていうのがさっぱりわからないと思いますので、その能力を翻訳していただいているページを写したいかなと思います。はい、こちらになります。名馬の名前が加算符、これはね、算っていうのはこれ自己研算とかの算っていう字やと思うので、僕は加算符って読むのかなというふうに思っております。で、獲得方法はアプデ後の血統変更でとあります。なんでアプデが終わったら、あの牧場でこの加算符が走り出すということになると思います。なんでここでかけらを取って取りましょうということですね。で、名馬の技能なんですけど、これ土砲って読むんかな。スキル発動時に3つの烈砲を放つ、まあ、これで読み方間違いないんじゃないかなと思います。それぞれ命中した敵武将に600ダメージ与え、1秒の闘気を盗む。さらに対象に受けるダメージが 10% 増加する効果を付与と。持続5秒、この効果は3層まで追加可能ということになっております。で、敵武将に600ダメージ与えとありますけど、これはね、あんまり実感できないんじゃないかなと思います。600ダメージって本当に知れてるんで、ゲージ見てても、あ、ちょっと減ったなぐらいのダメージだと思います。扇武将だろうが盾武将だろうが、この600というダメージがありがたいと感じることっていうのはほとんどないんじゃないかなというふうに思います。問題は次ですよね。1秒の闘気を盗むという表記になっております。盗む、今までちょっとなかった表記ですよね。で、一応この最新のツイート、モチャティさんの最新のツイートを見る限りだと、この盗むというのは相手の闘気を減らして、その減らした分を自分に還元するっていう意味だと思います。なんで3つの烈砲波を放って、合計3秒ですね、3秒分の闘気を相手から減らして、で自分自身に3秒の闘気を、まあ、追加するという感じに見えました。これはもう動画といいますか、まあ、短いね動画をツイッターに上げてくれてるのを見て僕が感じた感想なので、もしこの動画、その実際烈砲波を放っている動画を見たいという方は、モチャティさんの、ツイッターをフォローしていただいて見ていただくのが一番確実なんじゃないかなと思います。で、これ結構良さそうですよね。相手の闘気を盗んでスキル発動タイミングを遅らした上に、こっちのスキル打つタイミングが早くなるっていうことになるんで、
このスキルの火力が高い武将に装備させていると、その3秒のおかげで相手武将を殺してしまうみたいなねこともあるはずなんですよね。で、逆にスキル打たれてたら殺されてたみたいなことになるということであれば、さらにその火力が増すといいますか、攻撃側が有利になるような馬になるんじゃないかなと思いますけどね。まあ防衛でも同じことが言えるので、逆パターンも起こるかもしれないんですけども、持ってるのと持ってないのとでだいぶ差が出てきそうな馬という感じがします。このカーサンフですかね、これはまあ余裕がある人はゲットすべきかなというふうにこの段階では思っております。で、さらに対象に受けるダメージが 10% 増加する効果を付与とありますよね。これね、なんか下月影侍のことがフラッシュバックしてきて大丈夫かなっていう気はするんですけども、この受けるダメージが 10% 増加するっていうのは、この加算風がまあ乗せている武将ですねのダメージが 10% 増加するのか、それとも他の武将ですね、関係ない加算風関係ない武将が与えるダメージも 10% 増加するのか、この辺で大きく差が出てきそうな気がするんですけども、で現状ではどちらのなのかわからないっていうことですよね。なんでそうですね、まあこういう時って下見取った方がまあこう精神的ダメージが受けるが減ると思うんで、とりあえずまあ騎乗武将の与えるダメージが 10% 増加するっていう風に考えといた方が、後々まあちょっと自分に対するフォローになるんじゃないかなという気はしますけど、これもでかいですよね。 10% ってでかいですよ。で、与えるダメージってその武将の攻撃のタイミングとかによったら万とかいきますので、それこそ1000とかまあその複数からっていうことになったら数千のダメージアップが見込めるということになれば相当いいなと。闘技を盗むだけでもいいのに 10% 増加までしてくれるんですよという感じですね。ただ持続は5秒ですということですね。なんでこの言うた加算風のスキルを受けたからといっていつまでも 10% ダメージ増加状態が続くわけではないというところですね。で、こっから先がね、僕ようわからんのですよ。この効果は3層まで追加可能というふうになってますよね。けどね、この加算風のスキルって1回しか打たれないと思うんですよ。これどういうことかというと、この発動タイミングってありますよね。この言うたら武将の体力が 40% 以下まで減った時とかね、あとスキルを初めて発動した時とかいろいろあると思うんですけども、その時の1回こっきりしかこの馬のスキルって発動してくれんのに3層追加ってどういうことってなりますよね。しかも持続5秒なんで、5秒以内にもう1回この言うたらスキルが発動できたらこの層が追加されるっていう意味だと思いますので、この3層まで追加可能というのがよくわからないということですね。一つ考えられるのが、この3つの烈砲波を放つっていうのが同時に放たれてるんじゃなくて、周囲のスキルとかまあ画竜諸葛のスキルみたいにパンパンパンという感じで与えるということであれば、この言うたら層の追加っていうのは分からんこともないですよね。例えば相手防衛武将が2人いる状態でこの言うたら加算風のスキルが打たれたとします。そしたらまず A っていうのに当たって B っていうのに当たって、次また A っていう武将に当たったとしますよね。でそしたらその言うたら1回目のスキルと3回目のスキルが当たる間隔が5秒以内だったら、まあ層が追加されるっていう意味っていうふうに考えたらちょっと合点はいくんですけども、で相手武将1人に対してこの3つの烈砲波が全部当たったとしますよね。そしたら受けるダメージが 30% 増加するっていうことになるのかなって考えると、相当えぐい名馬になるんじゃないかなと思います。地上戦なんかだと必須になりそうな気はするんですけどね。あくまでこれ何回も言いますけども、まだ実装されてるわけじゃないので、実際出るかどうかっていうのは蓋を開けてみなければわからない。能力に関しても蓋を開けてみないとわからないんで、自己責任でお願いしたいんですけども、ここを見た段階では強いなと感じざるを得ないということになってますよね。まあいろいろ考えてきますよね。でさらにこう新たなね、やっぱり名馬っていうことで弱いんでは誰も取らんなというふうに感じるんで、まあこれは
他の名馬を押しのけて入れてもいいレベルなんじゃないかなと思うんですけどね。他の名馬星さんカンストまで上げている人とっていうのはまた新たにこれを上げるって言ったら相当大変なね、まあ育成が待っているということにはなってしまうんですけども、ぜひ取ってみていただけたらなと思います。で、先行に関してはどうかというところなんですけども、まあ武将にかかった時にスキルを打たれる前にこの烈砲刃を放つことができたら、相手のスキル打つのをちょっと遅らせて自分のスキル打つのが早くなるということで、まあ悪くはないかなとは思うんですけども、うーんという感じですね。ちょっと使い勝手悪そうな気がするので、先行使いの方は不要かなという気はするんですけど、それでもね、その、なんて言ったらいいんかな、あの高速編成みたいなのをやってる人っていますよね。ああいう人だったら結構こう手に突っ込ました後に武将がぐちゃぐちゃってなってると思うんですけど、あの時にこの烈砲刃放つことができたら、またスキル打つ期間間隔っていうのがね短くなるので、まあ使えんことはないかなという気はしますけどね。だんだんこういいのが出てくるんですけども、これ防衛でもしっかり使えてくれんかったら、さらにこう3枚取られる確率が上がってしまうということになるんでね、もうちょっとこう防衛寄りのね名馬とか防衛寄りの武将っていうのも出してもらえたらなというふうに思いますけどね。で、そうしたら、何の身が必要なのかっていうのを見ていきたいと思うんですけども、はい、これが決定を上げる時のページになってるんかな。で、真ん中になんか地交通史って読むんかな、これはクコの実ですね。なんでこの名馬を取ろうかなって考えてる方は、加算符取りたいって考えてる方はクコの実を今のうちにたくさん作っておくと、もしかしたらすんなりとこう血統を上げていくっていうのができるんじゃないかなと思うんですけどね。まあ事前準備ぐらいでやっといてもいいんじゃないかなという要素ですね。で、ここまでが一応名馬の紹介ということになるんですけども、月へのね装飾も出るらしいんで、そちらの方もちょっとちらっとね見ときたいかなと思います。はい、こちらが月への新装飾の画面になってるんですけども、かなりこの月へなんか見た目いいですよね。僕はこの装飾は是が人も欲しいなというふうに考えております。ただその月影の秒間攻撃力とかが上がるような装飾だったらちょっと邪魔なんですよね。っていうのが、援軍処理をしてる時の月影の秒間攻撃力が上がってしまうと、勇士とかね虎とかを殺す速度が上がってしまうんじゃないかということで、ちょっと懸念してたんですけども、杞憂に終わりましたね。ここ、丸囲ってるところ生命プラス 3%、 これはねどうも体力のことらしいんですよ。なんでこの装飾って入れると月影の体力が上がりますよということなんで、邪魔をしないということになりますよね。まあ月影の体力がね 3% 上がったところでどうなんだというところはあるんで、まあないよりはいいかなぐらいのところなんですよね。で、地上戦で使ってる方とかからしたら秒間攻撃力が上がってくれた方がいいのかなという気はするんですけども、僕は完全に生命体力が上がってくれた方がありがたいパターンなんで、しかもこんだけね絵が綺麗と、僕正直今の月影の絵ってあんま気に入ってないんですよね。前の月影の絵の方が好きだったぐらいのところあるんですけども、この装飾だったらもうぜひとも変えたいなと思ってるんで、めちゃめちゃ楽しみですね。三国霊という字も見えますよね。これねちょっと見にくいかもしれないんですけど、丸で囲ってる左下ぐらいのところに三国霊と表記されてますので、次回の三国霊でこの装飾が手に入る。で、アップデート同時に来るんかなこの三国霊、この辺もちょっとはっきりわからないんですけども、まあ、手に入るようになるということで非常に楽しみにしております。名馬に関してはね、おそらく僕は関係ないところなんですよね。はっきり言ってそんな余裕ないですし、もう今の名馬育てるに手一杯というところになってるんで、どっちかと言うたらこの装飾、あとリョモルリメイクですね。僕自身の編成にリョモが入ってくるようになるかって言われたら多分そうはならないかなと思うんですけども、いろいろ試してみたいこともありますんでね、このリョモとこの月影の装飾に関しては楽しみにしたいかなというふうに思っております。
はい、いかがだったでしょうか。モジャティさん、連日にわたってね、画像を引用させていただきました。どうもありがとうございました。で、ご視聴いただいている方、ぜひモジャティさんの、ツイッターのフォローの方をよろしくお願いします。で、その名馬の説明をさせていただいてた時にも言いましたけど、もうその名馬を装備させた武将でスキルを打たしてるっていう動画も上がってますので、もうそこ見てもらうのが一番手っ取り早いかなという気はするんですよね。陶器を盗んでるっぽいなっていう風に感じられると思います。気になる方はそちらの動画の方もぜひ見ていただけたらなと思います。そしたら今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。